ということで今日は ZEP ツアー3日目福岡でございます。 ZEP 福岡、はい、特選としてね、あのワンマンライブで、うん、あの福岡に来るのは2回目なんですけれども、 ねそれで ZEP 福岡は初ということで、フェスとかでも立ったことないから、うんうんうん、すごいここに来れてとっても私たち嬉しいです。嬉しいですね、うん、なんかどんどん今日3日目なんだけど、まあ公演としては1、2、3、4公演目になるんだけど、どんどん毎回あのレベルが上がっていくというか、どん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 会場の熱量も上がっていってるので、今日もねどんな感じになるのかとってもとっても楽しみですね。はい、楽しみですね。はい、もう福岡の皆さんをねロックオンできるように精一杯私たち頑張っていきます。頑張ります。えいえい、あはい、はい、今日は福岡に来ましたね。はい、ということでこれから一部が始まろうとしているんですけども、はい、してますんですけども、あ、福岡の方のことスイートコ、もちろんスイートケ、かわいいじゃんね好きじゃんねねえ、ほんとにかわいい。なんかさっきステラルーみたいな、ディズニーのキャラクターのウサギちゃんみたいだなって思ったんですけど、でもさ、なんていうの、そのステラルーンのキャラクター自体もこんな髪型してないし、なんか反応に困ってはぁみたいな色だけじゃないって、違うの、なんかめっちゃ雰囲気似てる、うん、バレエかな、なぁ、かわいいです。はいはいはい、はい、福岡です。では、ここは福岡です。はい、どうですか、ツアー。なんかあっという間だって思うんですけど、本当にあっという間だって、もう折り返し、そう、でもなんか遅く感じる、なんだろうなって言うんですよね、よくわかんないけどなんかまだ3日ぐらいからね。でも福岡もさ、超特選になってからも初だし、特選もすごい久しぶりに福岡に来たので、うんうん、ね、なんか久々に会う人も絶対いっぱいいると思うから、ね、超楽しみですこれから。楽しみですね、福岡、うん、今日福岡は2階席に1回登ったんですよ、さっき。あ、そうそうそう、見たんですよ。そしたら結構意外とステージが近かった、ね、近かった。なんかお立ち台とか乗った時も2階のみんなが意外と近く見えたので、うんうん、今日もいっぱい2階の人を見て目を合わせたいと思います。はい、頑張ります。頑張ります。いや、トロミ、ジュリア、ヒトカ、ハルカ、アキ、ヒヨリ、超ときめき宣伝部ロックオン。じゃあ、また後で。バイバイ。はい、じゃあお願いします。バイバイ、お願いします。はい、お願いします。お願いします。よっしゃ。あ、あ、あ、君が急に私の日々は急転直下、君のペース読めなくてさ、私は今日もくたくたさ、無邪気に見せるその笑顔が逆になんか言い過ぎてるよ、甘くないことしてると少しは遅れに
長浜ナンバーワンもいいけど今日は小泉ナンバーワンにして。ねえねえ嫉妬とタナミンがあんたのこと好きってこと。ああもう君のことバリスイートよ。博多ラーメンつけ麺秋イケメン。うちもあんたのことバリスイートオケ一緒やね。通りすがりの通りもんです。ピポン膨らんでく想い想いひどく恋焦がれ。出会い試合開始の合図なぜないぜ。誰よりも早く君のもとへ。ジャカイ恋のジャカイ乙女心に魂を込めて。か弱い振りでずるくてごめんね。油断した好きに全速力で。ジャカイ君にジャカイ駆け引きなんてもう私たちにはいらない。ノーサイドなんて諦めるのはまだ早いぜ。とっておきの勝負服を着て。ジャカイ恋のジャカイ恋の少しのあざとさも大切。捨て目の割合は7対3でそれが恋愛の黄金比なんて。Bye.
期待しちゃってもいいかないよね。いいでしょ。3公演2カ所、はい、頑張りたいと思います。